エニアグラムはそれが自分だと思い込んでいるものを解体するプロセスを早める酵素のようなものですと、うん、なんであなたが持っていると思っている、うん、それがエニアグラムじゃなくて、うん、自分だと思い込んでいるものを解体するプロセスを早めるものがエニアグラムだと、うん、囚われですね、囚われを手放せって話ですよね、はい、はい、ここに皆さんが集まっているのは間違ったアイデンティティを終わらせるためなのですと、うん、みたいな話をしていてですね、うんうん、なので散々僕が、はい、これまでの動画でないって言ってきた、うん、自分自分なんてねえんだよって言ったり、はいはい、また岡田斗司夫さんの動画で、うん、まあ、私、うん、司令タイプ、うんうんうん、なんて言うんですけども、うん、勝ちたい、うん、勝ちたいの人、うん、勝ちたいの人は、うん、本当の自分なんて見つけに行っても無駄ですよって、うんうんうん、岡田斗司夫さんが言って、うん、そうだよねと思ったんですよみたいな話をしてたんですけど、うん、ここに書かれるのは、うん、徹底的に、うん、なんて言うでしょう、本当の自分を探しなさいなんですね。まあでもその本当の自分を探せ、ね、探せというか、なんて言うんでしょう、これまでのエニアグラムにはない空とか出てくるんですよ、うん、でもまあなんか言ってる意味は近いかなっていう、エニアグラムのなんか深いところに行くと、はい、なんか手放せじゃないですか、囚われを手放せ、それしか言ってないですね。そう、はい、だからそこの話をバックを中心にしてる本って感じですよね、おそらく、うんうんうん、で、うん、東洋哲学の色濃い感じがしていて、うん、例えばMBTI を学ぶ上では必須だなんていうユング、うんうんうん、ユングも言うじゃないですか、うん、ユングのタイプ論を読むと、うん、タイプは座標だと、はい、で人はこの中年の危機、うん、今までのうまくいってたもので足りないとなった時に違うものを取りに行く、うん、でじゃあみんな結局それって同じになろうとするじゃん、うんうん、って批判する人もいると、うん、いやそれは違うと、うん、その行く過程、うん、みんなが進む過程、うん、それが個性だと、うん、っていう話をしていて、うん、エニアグラムもまた、うん、丸になろうとするじゃないですか、はい、これなんか、うん、おお、なんか全部一緒だぞって言ってることうん、うん、まあ究極はそこなんじゃないですか、とらわれすぎてはいけない、はいはい、なんか個性とかっていうととんがろうとするけど、とんがると良くないそうなので、うん、この本がなんかすごい、うん、まあ他のエニアグラムの本でもそうなんですけど、うんうん、やっぱり初めに結構裂かれるんですね、うんうんうん、タイプに入る前に、うん、本当の自分とはみたいな、うんうん、自己探求の手法、うん、その存在を物理的身体に属する生命と同一視し、自身を私と呼ぶ子としての実態もう一回言いますね、この存在、はい、この存在、この存在、うん、この存在、うん、を物理的身体に属する生命、はい、動いてますね命が、はい、生命と同一視し、うん、自身を私、うん、呼ぶ子としての実態、うん、これが自我ですと、うん、ただこの物質的な身体は、うん、不活性であり、うん、自我の感覚を持ってませんと、うん、また真が真の我、うん、真の我は純粋意識であり自我の感覚を持っていませんと、うん、じゃあ持ってる自我って何だなんですよ、うん、体は持ってないよ、うん、真が真の我は自我がないよって言うんですね、うんうんうん、空ですから、うん、じゃああなたが、いや私が、うん、私って言ってる自我は何だって聞かれるんですね、うん、ないってやつですよね、うん、東洋哲学君がなろうとしてるものは何だいって話になるんですよ、うんうん、でまたよくそのセミナーとかに行くと、うん、やっぱり気持ちいいんですよね、うん、セミナーよくなんかその自己開発セミナーみたいなやつに行くと、はいはいはい、まあなんて言うんでしょう、温泉に入ったみたいにポーっとして帰ってこれるんですけど、うん、なぜかというとなんかその一瞬だけ自分が変わったように感じるんですよ、うんうん、要はなんかなりたいものを紙に書きましょうとか、うんうんうん、でこれまで嫌いだった過去を書きましょう、うんうんうん、でその過去を抱きしめてあげましょう、許してあげましょう
それを手放しましょうってやって、でなりたいものを書きましょうみたいなのを書き、でじゃあこれに向かってあなたは何ができますかみたいな、で書くと、あ、クリエイティブですね、いいですねって言われて、ちょっと気持ちよくなる。あなたから、あなたはじゃあ今から変わることが、変わろうと思った瞬間にあなたは変われるんですって言われて、ホクホクで帰るんですよ。起きるじゃないですか。はい、もう僕なんですよ。まあそうですよね、よく言います。まあ、過去の僕はカモって言われてたんですかね。このなんかそういうの上がるじゃないですか。上がりますよ。上がるじゃないですか、はい、落ちるじゃないですか、はい、元いた場所よりも落ちるって言いますからね。落ちますよね。落ちるんですよ。 それを繰り返すとどん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 落ちていくみたいな話をよく。であとはまあ、うん、もしくは、うん、そこが資格なんてものがあれば、はいはいはい、いろんなタイトルを持つんでしょうね、うんうん、勲章として、なんとかコーチ、なんとかコーチ、うん、なんとかコーチっていう、うんうん、でもなかなかこの日本ではコーチは、コーチになりたいっていう人を勧誘するビジネスとしては成り立つんでしょうけど、うん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 、コーチで食っていくのは難しいんでしょうね。まあ、その人の能力というかが多分重要。はい、なんかカリスマ性とか、はい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 、でそういう成功する一部の人たちを引っ張ってきて、はい、ほらこの人こんなに成功してるって、あなたたちもこれ学べばいけるよって僕が教えました。そうっていうビジネスですよね。なかなか厳しいんです。はい、で何言うか忘れるんだ。そう、うん、でもエニアそのこの本で書かれるエニアグラムは、うんうんうん、よく本質がエニアグラムだって言うじゃないですか、うん、この本でちょっと面白かったのが、うん、この本質を守ろうとしている1個目がエニアグラムだよと、うん、エニアグラムのタイプ、タイプでこの本質を守ろうとしているよという話がしてあって、でこの絡まってるやつを解きましょうみたいな解き方が東洋哲学とミックスして書かれてるんですけど、うん、あのね、何回読めばいいのかなって感じで、まだちょっとその言葉が難しいですよね。そうなんですよね。今日自転車を漕ぎながらですね、うん、思っていたのは、おそらく皆さん自分がこの悩む時、うん、もしくは、うん、今なんかうまくいってねえなって思ってる、はい、二等兵含め、うん、多分このパターンが、うん、なんか自動認識システムなんですよねこれ、うん、多分おそらく、はい、でただこれをまあ僕例えばこの動画ではタイプ6だなんて言われますが、はい、まあタイプ6だからしょうがないよね、うん、っていうのは間違った使い方で、うん、本来この本の紹介で申し上げましたが、うん、エニアグラムはその自分の思考の癖を見つけて、うん、抜け出しましょう、やめちゃえばいいじゃんそれっていう、うんうんうん、いうものがエニアグラムですよ。それは囚われですよって話ですからね。抜け出しましょう、その入ってる箱から出ましょう。そうですね、だからこれだからしょうがないじゃんって言ってると、うんうん、ずっとそこだよって話ですよね。そう、成長はないって話ですもんねっていう、うん、とこなんでこのエニアグラムの話しかちょっと今できないのが心苦しいんですが、うん、何個かちょっと付箋を挟んできたところ、うん、エニアグラムを発見して、はい、広めたきっかけは、うん、どの本を見ても、うん、ゲオルギー・グルジェフと言われるんですが、はい、まあ、このグルジェフは西洋において、うん、エニアグラムを自分の生徒に使った最初のスピリチュアルティーチャーの一人でしたと、うん、で彼は、うん、このグルジェフは、うん、自ら手機能と名付けたものを、うん、誰もが持っていると言ってますと、うん、なんでこの本でエニアグラムのタイプを紹介するときは、うん、主機能の紹介をさせていただきますが、うんうん、主機能をみんな持ってるよと、うん、でこのエゴのアイデンティティの中で、うん、最も自分で気づかないものが主機能ですと、うん、自分の思考、うん、感情、行動のパターンは本人にとっては間違いなく真実味のあるものですと、うん、しかも自分だけの個人的な体験だと感じられます、うん、そのため単なる機械的なものでしかないこうしたパターンを、うん、この
パターンを自分だ、うん、と思い込む間違った認識が起こりますと、うんうんうん、でこの最も気づかない主機能はその人の無意識の背景もう、うん、僕の地べたですね、うんうん、もう土として、うんうん、広がっているので、うん、取り出して直接調べてみることができません、うん、大地なんで、うんうん、はい、このピュッて抜いて、うん、パクパクって食べてこれだねって言えないんですよはい、はい、でまたこのところが、うん、自分が本当は誰なのかを知るのを妨げる障害物となっている主機能は実は自分の本性への目覚めに導く扉に変わる日の可能性を秘めています、うんうん、でグルジェフは真の自己認識に目覚めさせるために意図的に意識にショックを与えるという手法を用いましたが、うん、それはエニアグラムですと、うん、なのでそのエニアグラムはショック効き目が強いが、うん、この間違った自己認識のパターンを見抜いてもその気づき自体がパターンを続ける言い訳になってしまう危険性をはらんでいますと、うん、僕はポイント5だから引きこもるのはしょうがない、うん、とか、うん、私はポイント8、うん、怒りを爆発させることもあるよ、うんうんうん、ね、だってそれがありのままの自分だもん、うん、とエニアグラムを利用した正当化をよく耳にするが、うんうんうん、また、うん、ああそれはね君の認識システムだよ、うん、と他人を枠にはめるために使う人もいますと、うんうん、これがめちゃめちゃ危険ですと、うん、自分のエゴに向き合い、うん、その正体を見破ろうとする人にとってエゴを純粋に映し出す神聖な鏡となるはずのエニアグラムがエゴを維持する道具に変わってますと、うん、みたいな、うんうん、紹介がされていてですね、もう一度、はい、皆さんで、はい、エニアグラムを、うんうん、学べればいいなと思っています、うん。